福岡空港久留米線福岡空港久留米線は福岡空港と福岡県久留米市を結ぶ西日本鉄道が運行する高速バス路線である西鉄バス久留米軽調車車に管理委託されている座席定員制となっており予約不要で乗車できるが満席の場合は乗車できない特に相性はついていないクローズドドアシステムを採用しており縄手 クルメインター南館のみと福岡空港内のみの利用は不可。縄手にはパークライド用駐車場が設置されており、乗車前に京町営業所で受付を行えば利用できる。かつては西鉄クルメ経由で、やめ営業所まで行く便が設定されていたが、元から走っていたやめ方面の路線の本数が多く、空港直通便の利用者数が伸び悩んだことから廃止された。 2015年3月29日のダイヤ改正より、福岡空港国際線ターミナルまで行く便が設定された。2016年9月1日のダイヤ改正にて、空港内の経路が変更となったほか、久留米市内の経路も東バイパス経由から文化センター通り経由へ変更された。以下の表に停車停留所と運行経路を示す。太字は停車停留所は上空どちらかのみか。 丸は、上皇ともに家であることを示す。高速木山と九州自動車道の一部区間を除き、すべて、福岡県内。重要なお知らせ福岡空港国内線のバス乗り場変更について、西鉄バス、2016年9月21日、ありがとうございます。